どうも MJ です。今回もですねモッドの紹介をしていきます。でご紹介するモッドはですねミシッククリーチャーズ PS4 っていうモッドになります。でこちらのモッドはですね導入していただきますと新たに変わった名前のクリーチャーが配置されるようになっています。で詳細の方に書いているんですが ET、フランケンシュタイン、キングコング、チュパカブラなどまあ都市伝説的なって言ったらいいんですかね、神話などに出てきそうな感じの名前のクリーチャーが追加されるようになっています。で詳細の方にはですね場所も書いていますのでこちらの書いている場所に向かっていただければ追加されたクリーチャーと戦闘ができるようになっています。でどうしてもですねPS4 は外部アセットの方が使えませんので、外見などは既存のクリーチャーと変わりありません。それではですね、早速ですが紹介の方をしていきたいと思います。で、全てのクリーチャーをお見せはしたいんですが、まあ、全てお見せしちゃうと導入する方は面白さが半減しますので、一部のみとなっています。で今はですねテンパイズの近くに来ていましてこちらにはですねチュパカブラがいるとのことだったんですがこちらはですねミニッツメンの検問所になっていますのですでに倒された後でした。なのでですね他のところにも見に行きたいと思います。はい。で今はですねウィキッドシッピングフリートロックアップの方にファストトラベルしてきました。でこちらにはですねネメシスっていうクリーチャーの方がいますのでこちらを見てみたいと思います。はい、目の前にいましたね。見た目はスーパーミュータントですね。でモッドで追加されたこちらのクリーチャーは全て倒すとレジェンダリーの装備が手に入るようになっています。で詳細の方に場所の方が書いていますのでまたよければご自身の方でこちらのモッドを導入しまして探してみてください。それではですね今回はミシッククリーチャーズ PS4 っていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。